伊垣氏は、日本の士族の一つ。第56代、聖和天皇の病影、白木三郎、吉光の行員で、武田氏の支流である。本生は源氏。家紋は、ジグロ花火氏。会を本願とするが、本流武田氏の秋、若さ造風に従って下校したため、会のみならず、両国においても繁栄した。武田信義の三男である、三郎貨者健心が、 海の国山の死軍、板垣号を領して、板垣氏を称したのが初めである。板垣謙信は、源の頼朝に従い、鎌倉幕府の早々に貢献したが、後にその勢力拡大を恐れた頼朝から、うとんぜられたため、所領の経営について、移植の罪を問われ、文治五年、研究元年、と相次いで、駿河国大罪みくりや、 相当海国廃原軍総共僧の自投職を解任され、コラと共に、大き国へ配慮された。配慮を逃れた子孫は、清成武田氏に仕えた。賢治元年5月68万、新宮造営費用として、海の国より参観を収めた。また、海の国を輸行した他は正則の活動を記した、輸行商人縁起へ牧8には正則に同行し、 川口で正則と別れ、正則御影の前で王女を遂げる板垣入道の姿が描かれ、謙信の子孫であると考えられている。戦国時代には、板垣信方が武田信虎、春信に仕え、春信期には同じく不代家臣のあまり虎安と共に、武田家の最高職である、両職を務めたと言われる。信方は、品の国信公において、 諏訪城大を務めてんもん年に、上田原の戦いで、村上の清軍に討ち取られた。後を継いだこの板垣信則は、信玄の歓喜を被り殺害され、一旦板垣氏は断絶したが、信玄の命によって、おぞ信康が、板垣氏の名跡を再興して、板垣信康と名乗った。信康の子板垣修理助は買い、武田氏滅亡後に、真田正幸に仕えた。 修理助の子、板垣藩衛門は、堀尾忠春に仕え、藩衛門の子、板垣平衛門は、松平信の守に仕えた。平衛門の次男、板垣とモサダは、前田としに仕え以後代々加賀藩主として、存続した。板垣とモサダの着男、板垣新世は、松梅五園などの著作で知られる。1602年、山内和豊の三に、初代、 板垣清右衛門が召し抱えられ、二代、板垣清右衛門、三代、板垣清右衛門、四代、板垣忠平、五代、板垣薄介、六代、板垣喜介と相続し、七代、板垣宗三郎、八代、板垣健介と続いた。九代目を相続したのが、土佐金労党として活動した、板垣高行である。三代目、板垣清右衛門は、明へ。 ただスケッいい谷新山の皇帝で、土佐藩の漢学者で、板垣氏自家雑記という、土佐の半世紀を知ることのできる貴重な日記を残している。幕末の当主、板垣高行は、土佐金納党に属し、高行の46歳の時に生まれた、長男、板垣46郎は、1883年生まれで、教育者として、台湾第二中学校の校長を務め、 台北市で隠しした。海板垣氏族の中村氏は、海の国八代郡中村省から起こった海、武田氏族で、板垣謙信を外する。謙信の次男が、板垣よ重であり、板垣よ重の四男、板垣長剣が死を武田に服して、武田長剣と称した。武田長剣の子、武田信貞は、南北長期、八代郡中村省を領し信貞の子、 県国の第2中村氏を称した。この中村県国の子、中村県定の第2秋武田氏に仕えて、秋国へ移り、秋国高田郡城恥、中派瀬、下恥を領した。この系統から中村元明を輩出した。ありがとうございます。